私は術の準備をします。誰か愛想を。俺がやります。一つとっておきの情報を教えてあげましょう。さ、天薬寮の背後にあるこの国の衣装。いい。鬼切丸という強大な力を封印したあなた方を危険視し、1、神の滅亡の第一歩としてあなた方を排除する命令を下しました。今あなた方には生存の権利がない。行け！30円連続検出。はぜろ！幻で援護する。3人とも行け！シャチな現実で身を隠そう。無駄だ。ほう、余裕ぶってんじゃねえ！言ったはずです。このクスッシュは弱体化したあなた方に匹敵する戦力です。そして数においてはあなた方の数倍の戦力です。万に一つも勝てるわけがない。思い通りに。だから何ですか？下がってろ！認めたくねえが、こいつら強い！カズカ、アクアドマ、お前の手なんか死んでも借りるか！勝てない相手じゃない。だが、カズカ多すぎやな。先輩、大丈夫ですか？降下！俺の後輩に何してやがる！
力が弱まってます。もうほとんど使えないくらい。そうでした。一つ言い忘れていたことがある。守護者の力が抑えられていることは、鏡が起こしているこの超常現象とは関係がない。菊村を覆う強固な結界は我々クスッシュが作り出した。目的の一つは、鏡によって起きた現象を菊生村に留めておくため。そしてもう一つは、あなた方を殺しやすくするためです。存在自体が許せないと言っているのです。鬼切丸の力を管理できるほどの力、それは脅威以外の何者でもない。我々にとって菊生村のこの現象を止めることと同じくらい、あなた方を殺すことも重要なんですよ。わかりませんか。だからこそ危険なんです。あなた方は異能で凶暴な力を持ち、人に対して有害な排除すべき存在。玉より姫、特にあなた存在されません。ふざけんな。俺の仲間のこいつのどこが罪だ。マヒロ、冷静になれ。ふざけてんじゃねえ。守護者の力をなくした守護者に一体何ができると言うんですか。こういうことができます。なるほど。先ほどから姿を見る。攻撃を中止しなさい。従わなければ死んでもらいます。無駄なこと。術を強制的に解除された。クスッシュの用意した結界の中では特定の力を解除することができる。あなた方守護者の特殊能力、その霊気のパターンは詳細に解析しています。その霊気パターンの逆に働く霊気に満ちた固有の結界を展開するため、あなた方の力を消滅させているのです。何をする気だ。いいだ、信じる。
この状況でまだ希望を捨てないとはなかなか頑張りません。だが守るのが私の役目なのだろう。何ですか、あなた。貴様に名乗る名はない。では、名乗らずに死ねばいい。いつまでも舐めてくれるなよ。頭。反撃だ。多少ですが、守護者の力が戻っています。どうしてかわかりませんが。そんな、なぜ？時間ぴったりだ。ぴったり？ギリギリって言うんですよ、こういうのは。怪我はない？ロゴスの魔術装置を利用した結果、その概要は？細工したんだよ。短い間だけど、結界の効力の一つである能力上昇は守護者に向いてる。でも、ごく短時間だけだよ。今は切れてる。橋屋さん、宝さん、裏切ったのですか。電薬量に忠誠を誓った気はないさ。直接の上司の命令には逆らえません。玉より姫の命令だ。行くぞ。乗り上がってきたところだ。そう、了解した。行きましょう、犬飼君。はい。テクノボーみたいに突っ立ってんじゃねえ。行くぞ。
元に戻った。もう力は使えません。洋館を出たからか。どの道一時しのぎのパワーアップだよ。すぐ元に戻ってさ。逃げられると思っているんですか。逃げられるんだな、これが。ジャストタイミングだね。言ったろ、魔術装置をいじったって。一定時間後に洋館封鎖の結界を再始動させるようにしておいた。一瀬さん、時間にきっちりしてるからね。どれくらいの時間でどんな状況になるか割と分かりやすいんだよね。そんなにうまくいくもんなのか。うまくいかせるのが策士ってもんさ。いくらクスッシュでもドライの作った魔術結界をやすやすと破ることができる。とはいえ、せっかく稼いだ貴重な時間だ。ありがたく使おう。いえ、それは危険です。一瀬が最初から俺たちを敵と認識していたなら、宇賀屋家にとどまるのは危険だ。最悪、待ち伏せということもあるかもしれません。こんなこともあろうかと、あらかじめいざという時の合流場所を教えておいたから、多分そこだよ。私は上司の命令に従っただけだからね。たまには頼りになるもんだね。めったにない機会だ。もっと褒めていいよ、タカラ。本当に信用していいんだ。説明は後でする。敵の目前で話す余裕はないだろう。いい場所だろう。結界なんか張ってなくてもなかなかバレないよ。この現象が起きるちょっと前、秘密基地を探すとか言い出した時はどうしたのかと思ってたけど、こういう時のためだったんだね。もうダメガナなんて呼ばせないさ。私も長い間この村で生活していますが、ここは初めて来ますね。